皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。マサゲームです。はい、本日で、15回目の配信を行います。で、今回はですね、こちら海の向こうの方にですね、サブイベントのマークがありますので、ちょっとそっちのサブイベントの方へ行ってみようかなと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。ではそれでは参ります。こっちの方に、あ、人を泳ぎするか。あ、海では左スティックで泳ぐことができ、バツもしくはアルに押すと早く泳ぐこともできます。また視覚で水中に潜ることも可能です。水中から光が伸びている地点では潜るとアイテムを獲得することができます。海上を走るボートに衝突するとダメージを受けてしまうため、沖側を泳ぐ際は注意しましょう。ということで、あっちですね、あの奥の方にサーブイベントのマークがあります。ちょっと行ってみましょう。あれ、ん、あれは誰か溺れてる。ここからだとちょっと距離があるな。間に合うか。大丈夫ですか。はい、そこのあなた、水難事故は1秒を争います。2人の方が早かったので、ご協力お願いできますか。わ、分かった。大丈夫なのか。息をしていない。今から心肺蘇生を行います。頑張ってくれ、アンちゃん。めちゃくちゃ早かったな。先ほどはありがとうございました。さっきのアンちゃんは助かったのか。ええ、今病院から連絡が来ました。正しく処置できたこともあって、命に別状はないとのことです。そうか、それよかった。これも運ぶのを協力してくれたあなたのおかげです。なあ、申し遅れました。僕はレイモンドと言います。このビーチでライフガードをしています。ライフガードのお仕事、レイモンドって言ったオハスタのレイモンドを思い出せばしますね。よろしくね。ライフガードってな、ライフセーバーとは違うのか。ライフセーバーはボランティアなんです。対してライフセービングを職業にしている人はライフガードと呼ばれるんですよ。へえ、なるほど。まあ単純にアメリカではライフガードが多いのだと思っていただければいいですよ。おお、レイモンドちゃん、今日もビーチのパトロールかい。感心感心。こんにちは。今日は少し波が高いので、あまり沖へは出ないでくださいね。わかってるわかってる。泳ぎが得意だと思ってる人ほど油断するだろう。いつも言われて耳にタコができとるわ。あら、レイモンド君、今日もいい天気ね。今度またうちの店に食べに来てね。こちらこそ、こないだはごちそうさまでした。またそのうちお伺いしますね。暑いですから水分補給をお忘れなく。ずいぶんと親しまれてんだな。確かに。ああ、すみません、話の途中に。いや、構わねえよ。にしてもすげえ人混みだ。これが毎日だろ。ビーチを監視するのも大変なんじゃねえか。そうなんです。これだけのお客さんに対してはライフガードの数が足りてないのが実情なんです。鍛え抜かれたフィジカルに正義感、命の大切さを知り、勇気を持って人命救助ができる、そんな人材を常に募集しているんですけどね。なんか帽子があってね。人手不足はなかなか解消できず、慢性的な課題なんですよ。ビーチは広いですから、できるだけ多くのスタッフで困ってる人のサポートをしたいのですが。そうなのか。確かにライフガードの数が少なかったら溺れている人をすぐに助けないというのも難しくなっちゃうのかもかな、うん、楽しいビーチの場ではこうやって頑張って支えてくれる人がいるってわけか。あのよ、もし迷惑でなかったら俺もそのライフガードの仕事手伝うぜ。すげえな、おい。春日さんは
もちろんレイモンドみたいに何でもはできねえからやれる範囲でって感じだけどさ、俺もこの海を楽しませてもらってるし、その恩返しってわけじゃないけど、困ってる人がいるなら力になりたいからよ。ありがとうございます。そんな風に言ってもらえるなんて嬉しいです。ぜひお願いします。本当に猫の手も借りたいくらいだったので。そりゃよかった。少なくとも猫よりは役に立てるように頑張るよ。で、手伝いって何をすりゃいいんだ？後ろに猫が嫌がる。そうですね、いろいろとお手伝いいただきたいことはあるのですが、日差しも強くなってきましたし、熱中症の人がいないかのパトロールですかね。熱中症の人がいないか。春日さん、今お時間ありますか？そうだな、パトロールしましょうか。ああ、ビーチで熱中症の人がいないかパトロールすりゃいいんだな。そうです、この時間は暑いですから、気づかないうちに汗をかいて脱水症状になりやすいんです。楽しく遊んでる途中で急にめまいがして倒れてしまうというケースも結構あるんですよ。なるほど、自覚がないパターンもあるのか。そりゃ結構怖いな。ええ、そうなんですよ。なので声かけが大切になります。春日さんには水分補給用のお水をお渡ししますので、熱中症っぽい人や脱水症状の人がいたらその水を飲ませてあげてください。シフト制なので時間が来たら次のスタッフと交代となります。パトロールに熱中して我々が脱水症状になったりしたら笑えないですからね。それは確かにそうだな。ではよろしくお願いいたします。制限時間内3分に熱中症の人を探してお水を渡しましょう。ビーチにいる人の中には脱水症状や熱中症でふらついていたりぐったりしてしまっている人がいます。その人に声をかけて冷たい水を渡してあげてください。3分、なんか制限時間があるのが多いな。しかも制限9本10本あったんかい。めちゃくちゃやんけ。見えねえって。中井、もっと探したいな。あれ、なんか体がフラフラする。おい、大丈夫か。冷たい水があるから飲んでくれ。ごくごくごく。はぁ、美味しい。そういえば全然お水飲んでなかったな。集中して貝探すのはいいけどよ、ちゃんと水分を取らないと危ないぜ。うん、気をつけるね。ありがとうお兄ちゃん。残り7本。それしとんねん、お前は。熱い。浸透を脈すれば火もまた吸うし。熱い。いや、感覚がなくなってきた。おい、じいさん無理すんな。冷たい水があるから飲んでくれ。ふう、うまいな。これでもうしばらく持ちそうじゃ。いやいや、ダメだって。マジで熱中症になっちまうから涼しいところで今日は休んでくれ。むむ。まあここでくたわるわけにもいかんか。そうしよう。水ありがとな。残り6本。まだ6人もいんのかい。結構探すの大変やねんか。水は大事、水は大事、水は大事。なんなその、分かりづらい。無理しても痩せないと。こいつも筋トレしてやがる。もっと汗をかいて痩せないと。痩せないと。おい兄ちゃん大丈夫か。無理すんな。冷たい水があるから飲んでくれ。トレーニングの男。
ありがとう。急に意識が遠のいてしまって。少しでも体を絞ろうと思ったんだが、ちょっと無理しすぎてしまったようだ。無理して体壊したら元も子もないだろう。ちゃんと水分補給しながらじゃねえと逆効果だぜ。その通りだね。今日はもう休むよ。本当にありがとう。残り5本。これはなかなか揺れてる。こいつ怪しいな。地震？世界が揺れているような。おい、地震じゃなくてあんたが揺れてんだ。冷たい水があるからまずは飲んでくれ。揺れている男。はあ、おいしい。ん？揺れが止まった。もしかして俺結構危なかった？ああ、熱中症になっちまうぞ。おかしいと思ったらすぐに休むなりしてくれ。水分補給も忘れんなよ。ああ、そうするよ。ありがとうな。残り4。ちゃんとお水を飲まないと。なんかややこしい。これ、はあ、はあ、体が重い。はあ、体が重い。おかしいわ。おい、大丈夫か？冷たい水があるから飲んでくれ。ふう、おいしい。なんだか体が軽くなった気分。油断しないでくれよ。念のため、屋内で休んだ方がいい。それもそうね。せっかくだからずっとビーチにいようと思ったけど、倒れたら元も子もないものね。ありがとう。残り3本。頭が焼ける。この人は。ふぅ、今日は日差しが強いな。日焼け日和だ。こんがり焼いて、モテモテに。あれ、なんかおかしいな。もっと向こうで焼くつもりだったのに。おい、おかしいのはあんたの体調だ。冷たい水があるから飲んでくれ。おいしい。ジュースよりもおいしいぞ。これはどこで買えるんだい？ただの冷たい水だよ。それだけ体が水分を欲してた、ことだ。今日はおとなしく休んだ方がいい。そうなのか。まあ無理は禁物だよね。ありがとう。残り2本か。ああ、おお、すげえ。こんなとこにスーツ着た人がおる。こんな時にめまいが。立ちくらみか。いや、吐き気もする。おい、大丈夫か。冷たい水があるから飲んでくれ。ふう、生き返った気分だ。脱水症状だったんだな。そんな着込んで日向のビーチにいたら熱中症になっちまうぞ。その通りだな。ここを待ち合わせ場所にした取引先のやつめ。とりあえず木陰に行こう。お水ありがとう。残り1本か。よっしゃ、あと1人。クラクラして気持ち悪い。この子かな。せっかくの海なのにクラクラして気持ち悪い。おい、大丈夫か。冷たい水があるから飲んでくれ。はあ、おいしい。なんだか気分が良くなったかも。油断はダメだぜ。しばらく木陰で火の当たらないところで休んできな。うん、そうする。ありがとう、おじさん。はあ、よし、全部水を配りきれたな。レイモンドに報告しに行こう。なかなかなミッションですね。春日さん、すべて配ってくれたんですね。ああ、結構必要としている人がいたからな。しっかり渡してきたぜ。めっちゃガッツポーズしとったな。お疲れ様でした。これは今日のお礼です。大復活の丸薬。そうだ、これもどうぞ。春日さんも水分補給しないと。お、サンキュー。うまいな。水のありがたさがわかるぜ。しかし、少しビーチを回っただけだが、困ってる人は結構いるもんだな。ええ、トラブルの内容も人によってバラバラですから、よく見極めて対応する必要があるんです。
命に関わることですからね。でも苦だと思ったことはないんですよ。みんなの笑顔であふれるこのビーチが大好きですし、この仕事にはすごくやりがいを感じています。そうか、どんな仕事でもやりがいがありゃ楽しいもんだよな。でも多くの命を救ってるんだ。すげえ仕事だよ、ライフガードってのは。これからも時間ができたら手伝わせてもらうぜ。ありがとうございます。またいつでもお待ちしています。おっと、今度は僕がパトロールしないといけない時間だ。それでは春日さん、また。やれやれ、忙しいな。それだけやることに対して人が足りないってことか。もっと増えればいいんだろうけど。海を楽しむ人の命を守るか。本当立派だぜ。また今度来た時にレイモンドに声をかけて手伝うとしよう。ライフガードの仕事エント気合い入れるな。あ、また手伝うと言ってるので、これはまた続きがあるのかな。うん、まあやっぱ人の命を守るっていう仕事なので、ライフガードってすごい大変ですよね。まあその日本でもまあああいうライフセーバーみたいなのはあるんですけど、あのライフセーバーとライフガードの違いっていうのを僕知らなかったんですけど、ボランティアとまあそれを職業にしているの違いなんですね。そういうのがあるっていうのを知らなくて、だから人の命を守るのを仕事にしてるっていうのはすごいですよね。でそれをまあ楽しいって思えるってこともまた素晴らしいことだと思いますし、まあレイモンドですね、あの人は本当にそれを生きがいとしてやってるっていうあれなので、本当素晴らしい方だと思います。でどうなんだろう、あれは続きがまた出てくるのか。ここはどうなんだろう、このあれは一緒なのかな。あーちょっと、うん、一緒なのかわからんので、とりあえず岡沢までちょっと離れてみましょうか。すげえ車渋滞してる、なんで真ん中だけ開いとめやろ。これ出ないか。おっと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 、あれかな、ちょっとタクシーここら辺まで移動してみようか。あ、すると出てくると。これはある程度距離をやっぱり置かないとイベントが出ないシステムですね、やっぱり。じゃあまたレイモンドのお仕事をお手伝いしましょうか。で積極的にフレンドにはエモートであれしておかないと、なかなか100人友達できないので、なんか絡まれてる感じですね、これは。なんだ、いちいちうるせえな。ちょっとくらいいいだろ。あ、せっかく遊びに来てんだから好きにさせろ。こういうのよくいますね。ビーチを守るということ、ルールはルール。ビーチでの飲酒は禁止だし、バカ騒ぎは他の人の迷惑になるから。まったくだ。分かったよ、うるせえな。しらけちまった。行こうぜ。おいおい、捨てんじゃねえよ。ちょっと待てよ。あ？忘れもんだぜ。なんだてめえ、喧嘩売ってんのか。おめえが売ってんじゃねえか。俺はただ落とし物を持ち主に返しただけだ。人として当たり前。そうだそうだ。分かったらそれ持ってさっさと帰んな。あとここで楽しんでる人に迷惑かけるような真似すんじゃねえぞ。チッ、たく。あのすみません、助け船出してもらっちゃって。気にすんなって。結構いるのかああいう連中は。
まあそうですね。これだけ毎日人が来るので一定数はどうしても。彼らは最近よく来ては迷惑をかけるようなことばかりして正直困っているんです。お金のある旅行客のようなんですが。あれで？いつか他のマナーを守って楽しんでいる人にまで危害を加えたりしないかと心配で。そうなのか。って勝手に心配だけしてても仕方ないですね。こうしている間にもビーチで困っている人がきっといます。今日は朝から一段とお客さんが多いですし。レイモンド、今日も忙しそうだな。少しライフガードの仕事を手伝っていこうか。そうだな、手伝おうかな。ただちょっとレイモンド、帽子それ脱いだ方がいいんじゃねえかな。なんか帽子が合ってねえんだよな。なんか、おでこが、おでこがすごい、なんか、違和感がある。まあいいや、ライフガードの仕事、手伝います。ライフガードの仕事、今日も手伝うぜ。ありがとうございます。とても助かります。またパトロールしながら水配ったりとか？そうですね。今日は。すみません。うちの娘を見ませんでしたか？これは。娘？迷子かな？迷子ですか？はい。スマホに気を取られていた少しの間にいなくなってしまって。わかりました。僕たちで探します。娘さんの特徴を教えてもらってもいいですか？娘はエミーといって、赤い水着に青いリボンのついた麦わら帽子をかぶっている6歳の女の子です。そんなに遠くには行っていないと思うのですが。赤い水着に青いリボンのついた麦わら帽子だな。赤、青、麦わら。お母さんは元いた場所にいてあげてください。もしかしたら戻ってくるかもしれないので。わかりました。すみませんが、よろしくお願いいたします。今日の仕事は迷子探しだな。ですね。エミーちゃんも心細くなっているかもしれませんし、早く探してあげましょう。僕は向こうを見てきます。おう！じゃあ、俺はこっちを探すぜ。また後でな。じゃあ、レイモンドの方にはいないということかな。よっしゃ。赤い水着と赤い水着と青いリボンと麦わら帽子。これはただの赤パン。これは帽子だ。帽子もこれは赤じゃなくてオレンジだ。これは麦わら帽子をかぶってるけど、水着が青だな。違う。これはピンク。はい、違う。これは青帽子。違う。どこだ？じゃあ、それとも違う。どれだ？赤い水着に青いリボンに麦わら帽子。これはリボンなのか？これは麦わら帽子についてる。これがリボンなのか？これ。ちょっと待てよ。他、ごめんごめん。これおばさんやな。これなのか。赤い。迷子のエミちゃん、この子だったか。赤い水着に、リボンがあれなのかわからんが、とりあえず麦わらは麦わらだよ。声かけてみよう。君、エミちゃんだよな。母ちゃん心配しながら探してたって。ママ宿かりさん追いかけてたら夢中になっちゃって、ママと遊んでたの忘れてた。ママどこ。やれやれ、子供は何かに夢中になるとそれしか見えなくなるからな。ママあっちで待ってるよ。連れてってやるから一緒に行こうな。ヤドカリさん追いかけてて、だいぶ離れたな。エミちゃん、よかった。急に行けなくなって心配したんだから。ごめんなさい。ありがとうございました。ライフガードのお兄さん、本当に助かりました。いや、気にすんな。何事もなくてよかったよ。
もう一人でどっか行っちゃダメだぜ。うん、ありがとう、もじゃもじゃのおじさん。もじゃもじゃは余計やろ。おお、春日さん、大手柄ですね。素晴らしいです。いやいや、それほどでもねえよ。無事見つかってよかったぜ。結構あるのか、迷子って。そうですね、ほんの一瞬目を離した隙に子供がどこかに行ってしまうなんていうのはありがちで。あの、うちのビリーちゃんを見かけませんでしたか。ほんの一瞬目を離した隙にいなくなってしまって。本当にその通りだな。迷子ですね。は、はい。ああ、もうどこに行ったのかしら。落ち着いてください。僕たちで探します。お子さんの特徴を教えてもらっても良いですか。息子はビリーといって、白い水着にオレンジ色の野球帽をかぶっている10歳の男の子です。この辺で遊んでいると思うのですが。白い水着にオレンジ色の野球帽をかぶったビリー君だな。さっきそんな感じの子がいたような、いなかったような。お母さんは元いた場所にいてあげてください。戻ってくるかもしれないので。そうですね、わかりました。すみませんが、よろしくお願いいたします。そんじゃ、また手分けしてビリー君を探すとするか。はい、絶対に見つけてあげましょう。白い水着にオレンジ色の野球帽って言ったっけ。白い水着にオレンジ色の野球帽をかぶっている男の子です。よろしくお願いしますと。白い水着か。さっきなんかあっちの時おったような気がするけど、こっちに来とんのか。これは違う。これはただの赤パン。これはさっきのエイミーちゃんだろ。これもさっきなんかあっちおったよな。これはなんか似たようなやつを混ぜてやる。これは青帽子。あ、こいつか。ちょっと待って、他の一応見とくか。なんか似たやつおるかもしれんし、あれもさっきあっち側におったやつやな。こいつやな。こいつだが、まびれ。なんでやねん。こっち探してもいいやないか。しょうがねえな。じゃあこいつやな。お、砂場潰してしも、あ、やべ、砂場潰してしまった。悪い。迷子のビリー君はこの子だったか。声をかけます。君、ビリー君だよな。母ちゃん心配しながら探してたぜ。一緒に行こうな。え？ママが？そういえば砂遊びできそうな場所探して黙ってここまで来ちゃった。どうしよう。任せとけ。母ちゃんならあっちでビリー君を待ってるぜ。一緒に行こうな。そう。うん。ビリーちゃん、よかった、無事で。このまま会えなくなるんじゃないかと。それはちょっとあれやな。大げさやで。砂遊びに夢中になっちゃってごめんなさい。本当に助かりました、ライフガードさん。ありがとうございます。いや、無事で何よりだよ。もう母ちゃん心配させんじゃねえぞ。うん、今日はずっとママといる。またね、爆発頭のおじさん。頭のこと言いやがるガキどもだな、おい。おう。ふう、春日さん、またまた大手柄ですね。さすがですよ。みんな見つかってよかったよ。しかし、本当に多いんだな、迷子って。はい。ええ、子供はすぐにいろんなものに興味を示しますからね。好奇心旺盛なのはいいことですが、万が一沖に流されたり、人知れないところで怪我をして動けなくなっていったらいたりしたら大変です。僕も前に似たようなことがありまして。へえ、レイモンドもいろんな子供を助けてたんだな。まあライフガードをやってりゃそうなるか。いえ、僕の場合は助けたことももちろんありますが、助けられたこともありまして。あはは。それこそ幼い頃に家族で遊びに来てた時に、ビーチが楽しくて走り回っていたら人気のない家に入り込んでしまったことがあって、不運にもそこで足をくじいて動けなかったんですよ。
マジか。でもそんな時にライフガードの人が探しに来てくれて本当に嬉しかったな。あの安心は今も覚えています。だから迷子の子は絶対にすぐに見つけてあげたいって僕はずっと思ってるんですよ。そういうことか。確かに子供ならなおさら不安だよな。はい。ええ、彼はまさにヒーローでした。その時ふと思ったんです。この人にこの海に恩返しをしたいなって。ライフガードというものを意識したのはそこからでしたね。ほう。なるほどな。それがレイモンドのライフガードとしての原点だったのか。ひょっとしたらレイモンドが助けてあげた子たちも同じようなことを思ってるかもしれないぜ。そうだったら嬉しいんですが、まずは安全に海で遊んで楽しい思い出のまま家に帰ってもらえればそれが一番ですよ。そっか。そんじゃ今日は困っている子供を救えたし、俺はレイモンドのことを少し知れたし、いい日だな。別に僕のことはどうでもいいですが、エミーちゃんはお母さんに会えて本当によかった。これは今日のお礼です。ハートフルゴーレム、よくそんなもん持ってたね。ありがとうよ。お、ありがとな。では僕はまた次のシフトがあるのでこれで失礼します。それでは。お時間の時にまたお手伝いいただけると嬉しいです。それでは。迷子騒動は一段落だな。熱中症対策に迷子探しに他には何があるんだ。人の数だけトラブルがありそうだな。それを少ない人数で頑張って支えるってのは大変だ。俺もまた来た時に手伝うとするかな。ビーチを守るということ、エンド。そうですね。まあ海水浴とかってやっぱり人が多いんで、まあ、子供とかよく迷子になったりとかしますよね。まあ、ちょっと僕はあんまり海水浴とかそういったところはあまり行かないんですけど、まあでも、まあ、やっぱりよくまあ子供が迷子になったとかそういうのは聞いたことがあるので、そういう時にはそのライフセーバーの、まあ、ボランティアの方が探したりとかそういうのをしてるので、大変だと思います。わっな、なんなこれ。クラなんでも砂の中に埋まっとるのはおかしいでしょ。まあ子供が迷子になるのはまあ親の責任とも言いますけどね。まあ、やっぱり子供からちょっと目を離した隙にっていうのがやっぱりよくあることだと思うので、まあ今回の件でもやっぱスマホを見ていてちょっと目を離したなとかいうのがありましたけど、まあ、やっぱ最近スマホが結構原因でっていうのはよくあると思いますね。なんかスマホ見てたらいなくなったみたいな感じなことはよくあると思うので、まあやっぱそういうのスマホに集中しすぎるのも良くないっていうのが、まあ今回の迷子の原因でもありますかね。準備はできてるぞ。まあ、やっぱり何かとスマホってまあ情報量いっぱいあるので見てしまいがちなんですけど、まあやっぱりそういうのじゃなくて、まあ子供をちゃんと見てあげるっていうのは必要ですよね。特にやっぱ小さい子供なんかはね、子供はやっぱり相手にされなくなったらどっかへ行ってしまいたくなるのが子供なので、しっかり見てあげてほしいかなと思います。じゃあまたレイモンドのところに来ましたのでお手伝いをしましょうか。あ、春日さんお疲れ様です。なんだ、春日さんが来て喜んでくれてるのかい。ガッツポーズしてたぞ。おお、レイモンドもお疲れ。精が出るな。はい。ええ、今日もたくさんの人がビーチに来てくれていますからね。楽しく過ごしていただくためにも頑張りますよ。ビーチの守護神、すごいな、3つ連続だな。今日もライフガードの仕事を手伝っていこうか。よっしゃ、じゃあ手伝いましょう。俺もライフガードの仕事を手伝うぜ。今日は迷子か熱中症対策か。そうですね、どちらも大切ですが、まずはゴミ拾いをしつつパトロールとかですかね。ゴミ拾いか、確かにそれも大事だな。じゃあ早速。
置き引き、誰かあの男を捕まえて、私のお財布が。置き引き、そんなのもいるのか。クソ、とにかく捕まえねえと。ついてくるな。置き引き犯を捕まえろ。なんだチェイス。これはよく龍が如くシリーズでもあるあれですね。龍が如くであるというよりかはこれはあれですかね、ジャッジアイズとかロストジャッジメントでよくこのチェイスはありますね。これ飛ぶのか。ジャッジアイズは僕この龍が如くシリーズでは一番最初にやったのがジャッジアイズなんですよね。ジャッジアイズはあれは本当ストーリーの完成度高い作品で僕感動しましたね。おっと、畜生、なんだお前は。はえ、ビーチの平和を守るライフガードだよ。お前みたいな連中が悪さしねえようにな。クソ、ほらよ、念のためちゃんと中身があるかも確認しておきな。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。中身も大丈夫みたいです。本当に助かりました。レジャーシートを引いている一瞬でやられてしまって、どこからか狙ってたのかもしれないな。これからは大事なもんは身につけておくとかした方がいいかもな。はい、そうですね。それで私はこれでお仕事を頑張ってくださいね、ライフガードさん。おう、ありがとうよ。置き引きなんてのもあるんだな。トラブルとして残念ながら窃盗も多いんですよね。不慣れな観光客が狙われやすいです。今回は春日さんが素早く反応して追いかけてくれたから無事被害者を出さず済みました。またまた大手柄ですよ。いやー、春日さんには本物のライフガードになってほしいくらいです。それだけの情熱や優しさを持っていれば優秀なライフガードになれますよ。へへ、ありがとうよ。それも悪くないかもしれねえが、今の俺には他にやらねえといけないことがあるからな。いつか落ち着いたら考えてみてもいいかもな。ではその日が来るのを待ってますね。そうだ、置き引き犯を走って捕まえて喉が渇いてたりしませんか。何か冷たい飲み物を持ってきますよ。ちょっと待っててください。おう。おう、悪いな。助かるぜ。一緒にあそこまで戻ったらいいんじゃないか。うん、やっぱり帰ってこないと。レイモンのやつ遅いな。なんかあったのか。ちょっと様子見に行ってみるか。飲み物って言ってたし、ジュース屋の方か。一緒に戻っとったらよかったね。絶対何かトラブルに巻き込まれてる感じですよ、これ。で、さっきの話の続きですけど、僕本当はジャッジアイズが一番最初のこの龍が如くシリーズ関連でやったのが初めてだったので、結構ジャッジアイズの本当ストーリーが本当にすごいなって思ったんですよね。よく作られたストーリーだなって。まあ、やってない方もおると思うんですけども、まあ、ジャッジアイズは、主人公が木村拓哉さんがやってたんですけど、まあ、キムタクが如くともよく言われる作品で、あれは本当にね、もう一言で言ったら本当に素晴らしい作品としか言いようがない作品ですね。まあネタバレになるのであんまり言うのはやめとこうかなと思うんですけど、まあ、事件とかそういう一つ一つがね本当に完成度高い作品で、まあ、戦闘はまあ自分でこう操作するやつなんですけど、まあ、その戦いのアクションについてもすごい完成度が高くて、
まあもしやってない方がおられたらぜひやってほしいですね。ジャッジアイズ、まあ、ロストジャッジメントはその、まあ、続編になるんですけど、まあ、それももしやってない方おられたらぜひやってみてください。本当あれは素晴らしい作品です。これああよーライフガードさん、また遊びに来たぜ。そろそろ俺らも帰らないといけなくなっちまってさ。でもせっかくのハワイ旅行だし、心残りがあるのは嫌じゃん。別にいいんじゃねえのか。だから最後にパーッとこのビーチで楽しんでやろうと思ってさ、友達をたくさん連れてきたんだよ。まあよこれだけ変なの。本当はもっと遊びたかったんだけど、あんたに邪魔ばっかりされたからよ。邪魔したんじゃねえ。あなたたちが迷惑なことばかりするからでしょ。そうだよ、存在自体が迷惑だよお前らはよ。勝手にルール押し付けやがって。こっちは高い金払ってここまで来てんだ。ホテルやその辺の店にだって金落としてやってんだよ。だからなんだよ、ビーチくらい好きに遊ばせろ。ルールを守れっつってんだよ。むちゃくちゃな。あれはこの間のチンピラか。おきびきの次はチンピラとは。今日のアラビーチは穏やかじゃねえな。今日はまずてめえをぶっ飛ばすところから楽しませてもらおうかな。ちょっと待ちな。あ？か、春日さん。なんだよ、この間の爆発頭か。頭をいじるな。お前もこいつと同じライフガードなのか。まあな、つっても本業ってわけじゃねえから、ライフガードの手伝いって感じだけどよ。今日も一仕事しに来たところだ。大変なんだぜライフガードって。熱中症の人や溺れてる人助けたり、ゴミとか掃除したりな。そうだな、大きなゴミを掃除しないといけねえからな。被害者が口挟んでくんじゃねえ、消えろ。いや、そうはいかねえ。さっき言っただろ、俺はゴミ掃除しに来たんだよ。そうだよ、ちょうど目の前にでけえゴミがあるようだしな。いっぱいあるからな。お前、俺らをゴミだって言いてえのか。自覚があるなら掃除される前に立ち去りな。マナーも守れないお前らはこのビーチじゃゴミ以下だぜ。その通りだ。気が変わった。お前らレイモンドは後だ。先にこのクソ野郎ぶっ殺すぞ。てめえみたいなイラつくやつやがって。じゃあギルさんに一発でやってもらおうかな。新オールの極みでな。蹴りをつけるぜ。やったね。はい、さよなら。あー、でかい掃除、でかいゴミの掃除楽しかったわ。こいつこれに懲りたらもう迷惑かけるようなことはやめるんだな。いいぞライフガード。マナーを守れない奴らは出て行け。くそ。いや、すっきりしました。あいつら来るたびにバカ騒ぎしてすごく嫌だったんです。みんなのビーチなんだから気持ちよく遊びたいものね。本当にありがとう。いや、そんな大層なことはしてねえよ。それに礼ならいつもアロハビーチを守ってるこのライフガードに言ってやってくれ。みんな楽しく安全にビーチを使ってほしいっていつも言いながらパトロールしてくれてるんだ。ええ、知ってますよ。いつも本当にありがとうね。あなたたちがいるから安心して楽しめるのよね。これからもよろしくお願いしますね、ライフガードさん。はい。それじゃあね。
ありがとうございました、春日さん。僕一人ならきっとボコボコにされていました。気にすんな。あんたらライフガードが守ってるビーチで好き勝手されるのが気に食わなかっただけさ。これは今回のというよりも僕の気持ちです。これまでもたくさん手伝って支えてくれて本当にありがとうございました。特製水中ゴーグル、まあ、まさにライフガードに必要なものですね。ただありがとうな、うん、大事に使わせてもらうぜ。ここしばらくライフガードの手伝いをしていろいろ勉強になったよ。楽しいところでも困ってる人ってのはたくさんいる。その人たちを陰から助けて観光地を支えているのは本当に大変だし、マジで立派な仕事だ。春日さん、そう言ってもらえて嬉しいです。ライフガードって地味だし、万年人手不足だし、内容は結構ハードだし、簡単なタスクではありません。でもここで笑っている人たちの顔を見ると元気が出るし、守っていきたいって思うんですよ。僕もそうしてもらったように。そういえばレイモンドも昔はライフガードに助けてもらったんだったな。ああ、覚えててくれたんですね。そのことなんですが、実は先日。先輩！ん？向こうのパトロール完了しました。異常なしです。そうか、お疲れ様。じゃあ次の交代まで待機所でゆっくり休んでくれ。なあ、冷蔵庫に飲み物が入っているから飲んでね。はい、ありがとうございます。では失礼します。初めて見る顔だな。レイモンドのことを先輩って言ってたけど、新入りか？ええ、先日から働き始めてくれた新人のライフガードです。彼、実は何年か前にこの海で溺れかけていたのを僕が助けた子なんですよ。え？その時のことを覚えてくれていたみたいで、ライフガードに志願してここへ配属になったんです。へえ、どこかで聞いたことあるような話だな。そうですね。別に恩を売りたくてしていることではないですが、正直嬉しかったです。僕が助けた子がそれをきっかけに一緒にビーチの人たちを守る側の人になりたいって思ってくれたこと。あの新人ライフガード君からしたらレイモンドはヒーローだもんな。そんな大げさなものではないですけど、でも失望されないようにこれまで以上に立派に振る舞わないと。何しろ僕はこの海のライフガードなんですからね。あんたみたいな人がいる限りこの海は大丈夫だと思うぜ。きっと頼もしいライフガードも増える。俺はここにずっといられるわけじゃないけど、この海のためにできることがあったらこれからもサポートしたいって思った。せっかく綺麗なビーチなんだ。マナー守って楽しく使わないともったいないもんな。そうですね。それでは共にこの楽しくて素敵な海を守っていきましょう。ああ。あいたたたた。足をくじいてしまった。の、困っている人の声が。ちょっと僕行ってきますね。おう、頑張れよ。ライフガードか。まさにビーチの守護神だな。頼もしい存在だが、まずは。ビーチを使う俺らがマナーを守ってトラブルを起こさないようにするのが大事だよな。これからもこのビーチをよろしく頼むぜ、レイモンド。ビーチの守護神エンド。はい、また今回もなかなか素敵なサブストーリーでしたね。ビーチを守る守護神なんでね、まあいた多分さっきみたいなチンピラみたいなのはまあどこの海でもいるというわけではないでしょうけど、
まあちょっとやっぱああいう大騒ぎするような人たちっていうのはやっぱいると思うので、やっぱそういうのそういう人たちっていうのは、まあ、周りの人の周りの人に迷惑がかかってるとは全然思ってないですよね。後悔するなよ、うん、まあ、自分たちが楽しめればまあいいやっていうような感じだと思うので、周りがどう思うはそんなのは関係ないよっていうのがまあ普通なんですね。だからまあそういう人たちをまあそのライフガードとか、まあ、ライフセーバーの方はですね、まあ、気合い入れる、まあ見ていかないといけないっていうのもなかなかまあ難しいと思うんですけど、ただ、まあ、周りの、まあ、なんていうんですかね、海ってまあその人たちだけのものではないので、まあ、みんな来ている人はみんなが楽しめるよっていうのを考えてやるのが、まあ、ライフガードとかライフセーバーの方のまあ役割かなと思います。なのでそういうまあチンピラみたいな人たちを追い払うのもまあ一つの仕事であったりとかですねすると思うので、本当に海とかまあ行かれよく行かれる方ですね、やっぱルールを守る、これはもう本当に必要だと思います。まあゴミ捨てたりとかね、そういうことはしないように、まあ、来た時よりも美しくっていう言葉があると思うので、まあその通りです。自分たちが持ってきたゴミは必ず持って帰るとか、そういったところを心がけていくことでね、よりよく、まあ、海って楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん海に行ったときは、まあ、そういったことを心がけていってほしいかなと思います。どうするんだ、どうするんだ、そうだな、もうちょっと今回はこれぐらいで配信を終わりにしようと思います。またですね、次回あとですね、そこのすぐ近くにまたサブイベントのアイコンがありますので、また次回の配信でそのサブイベントをやっていよいよストーリーを進めていこうと思いますので、また次回の配信をお待ちください。よろしかったらチャンネル登録、また高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さんありがとうございました。マサゲームでした。ありがとうございました。